どうも、関節おじさんです。今日は、マイキー・ガルシア選手の試合について話そうかなと思います。まあ、僕は、この試合、ガルシア選手が当然勝つと思ってました。相手のマーティン選手の戦績を見ても、まあ、負けもあるし、まあ、ガルシア選手のキャリアを見て、まあ、ここで負けるとか苦戦することはないだろうというふうに考えていました。ただ、まあ、結果論なんですけども、ちょっと相性が悪くてですね、負けてしまいましたね。今回の、マーティン選手もうまかったはうまかったんですけど、ガルシア選手がこう今まで勝ってきた相手と比較して大きな、まあ、差があるとは思えませんでしたね。なのでこうやっぱディフェンシブなスタイルと、ガルシア選手手数が出なくてですね、ヘッドハンターのガルシア選手は相性が悪いのかなというふうに思います。まあ、今回、もう少し具体的に見ると、ガルシア選手はこのワンツーが当たらなかったなというふうに思ってますね。まあ、ガルシア選手の攻撃の、要石はワンツーなんですよ。で、そのワンツーが当たらなかった理由なんですけど、やっぱ一つジャブが当たらなかったからだと思います。マーティン選手はサウスポースタンスなので、ガルシア選手のこうジャブの軌道にですね、常に、右手があるんですよね。リードハンドがあります。なので、この右手がですね、ガルシア選手の得意の軌道を遮っちゃって、なかなか届かなかったのかなと思いますね、ジャブが。で、もう一つはですね、K スタンスですね。K スタンスっていうのは、まあ、最近僕が言い始めた、まあ、ボクシングのスタンスのことで、まあ、カネロ・アルバレス選手とか、フロイド・メイウェザー選手とか、まあ、最近のカシメロ選手とかが、この、スタンスの代表的な選手ですね。シルエット。立った時のシルエットが K に見えるから K スタンスというふうに呼んでます。で、マーティン選手も K スタンスなんですよ。この K スタンスの利点っていうのは、奥足に乗せることによってパンチに対して顔面が遠くなるんですよね。なので、まあ、サウスポーのスタンスと合わせると結構相乗効果高くて、まあ、パンチが届きにくいんですよね、このスタンスっていうのは、サウスポーでやると。左のクロフォード選手なんかはこの、まあ、スタンス、K スタンスとサウスポースタンスの利点をですね、最大限生かしているんじゃないかなというふうに僕は考えてます。で、この2つのですね、スタンスの相乗効果によって、まあ、ガルシア選手はジャブが届かなかったんですよ。で、ジャブが届かないと相手の動きは止めきれないので、右が、まあ、ことごとく空振りしてましたね。で、右が当たらないとどうなるかというと、ペースが奪えないんですよ。プレッシャーがかからないんですよね、相手に。で、そうなってくると、こう伸び伸び相手ボクシングできますね。マーティン選手は、まあ、中盤ぐらいから結構伸び伸びボクシングやってましたね、自信を持って。で、ガルシア選手は逆に後半になるに従い、まあ、攻撃が大雑把でですね、雑になっていきましたね、強引になっていきました。これはジャブをが攻撃の生命線である選手がサウスポーの K スタンスの選手と対峙したときによく見られる傾向かなと思います。トリプル G なんかが特にそれ顕著かなと思いますね。ダニエル・ジェイコブス選手と試合をしたときですね、ジェイコブス選手はスイッチヒッターなので、まあ、右と左を入れ替えるんですよ。で、右のスタンスを作ったときはやっぱりトリプル G、 ジャブが届きにくくなってしまって、やりにくそうにしましたね。ジャブが当たらないので、まあ、右も振れないと。で、右も振れないと相手にプレッシャーがかからないので、まあ、伸び伸びやらせてしまうという感じです。他にもウィリー・モンロー・ジュニア選手の試合でもそうでしたね。ジャブがやっぱり心理的になんか打ちにくいということもあったんだと思います。なので、こう結構強引にいっちゃって、パンチも、もらってましたね、モンロー・ジュニア選手との試合では。これは、まあ、ガルシア選手も今回そうだったんですけど、マーティン選手との試合で、やっぱりね、このサウスポーの K スタンスの選手とこうジャブが得意な選手が当たると、こういう展開になりやすいかなというふうに僕は考えてます。まあ、今回のマーティン選手は手数を出せば、まあ、結構慌てて、ミスしそうだなっていう、印象も受けたんですけど、ガルシア選手がそもそもその手数が出るタイプじゃないんですよね。なので、まあ、割と、まあ、マーティン選手は快適にボクシングできてたかなと思います。
で、加えてマーティン選手守備的なんですよ。もう自分からほぼ攻めないので、ガルシア選手が得意としているカウンターですね、ジャブとか左フック、右ストレート、このカウンターも出せなかったですね常に、ガルシア選手を引き込むような形を作ってましたね、マーティン選手が。こうなってくるとリーチがなくて、手数が出せないガルシア選手にとっては、まあ、やりにくい時間が続いたんじゃないかなと思いますね。まあ、一言で言うと、ガルシア選手の戦略の要をですね、マーティン選手のスタンスがもうがっちり抑え込んでしまって、本来のこう戦略、ガルシア選手の戦略が機能しなかったのかなというふうに考えています。今回じゃあ次、ケースタンスについて話しますね。先ほども言ったんですけど、ケースタンスっていうのは、最近から僕が言い始めてますね。SNS でケーに似てるよっていう話をしたら、結構そのメッセージとかで反響が大きくてですね、この呼び方にしようというふうに決めました。この試合はどちらもケースタンスで、マーティン選手の方がですね、お返しのケツに深く乗り込んだスタンスでしたねより K のシルエットが強調されてます。この試合だけではなくて、基本的に一流選手はこういうシルエットですね、 K のシルエットになってます。もちろん、K スタンスだから勝てたとは言わないんですけども、やっぱりですね、有効な戦術ではあるというふうに僕は考えてますね。このスタンスは今の現代のボクシングにおいて、今後環境が変わってどうなるか分かんないんですけども、現代の環境においては、これは最適解とまではいかないまでも有効な、戦術、取るべき戦術じゃないかなというふうに僕は思ってます。で、このケースタンスの作り方なんですけど、このケースタンスを作った時の感覚っていうのは休めに近いんですよね。体育の休め、片足立ちでこう片足に体重を預けて休んだりするじゃないですか。あの時の感覚に近いです。信号待ちとかでもやりますよね。片足で両足で立って待つっていう人、仁王立ちするっていう人あんまりいないと思うんですよ。両足立つよりもはっきりとですね、この姿勢の方が楽なんですよね。両足で立つ人がほぼいないっていうことからも、これは、分かっていただけるかなと思います。で、後ろ重心結構バランス悪いっていうふうに言われることあるんですけど、アルバレス選手を想像してください。小さい体で大きな選手のパンチを受けてもびくともしませんよね。このスタンスしっかり作られるとめちゃくちゃバランスいいです。これなんでかっていうと、上半身の重さで下半身の骨格を押さえつけるからですね。ちょっと今の表示している、画像を見てほしいんですけど、これなんですよね。こういう感じで立ってるんですよ。上半身の重みで下半身の骨格を押さえつけて、もう半分自立しているような感じです。構造的に全身の力が抜けるんですよ。筋肉で立つと全身力んじゃうんですけど、ももとかふくらはぎに力を入れると全身が力んじゃうんですけど、こういうふうに構造でですね、体を支えると全身の力が抜けます。さらに、上半身の位置エネルギーを、片足のハムケツに、貯蔵してるんですよね。両足に力を分散させるよりも、片足に力を集中させているので、推進力が高くなってますね、この構えは。なので、現状かなり合理的な姿勢だと僕は考えているんですよね、このケーススタンスが。このスタンスっていうのはすぐには広まっていかないとは思うんですが、でもしかするとこう新しいですね、こう戦術が生み出されるかもしれないので、これが常に正しいとは言わないんですが、現状はこれが有効である確率が非常に高いと思いますので、この戦術、立ち方、スタンスを広めていきたいなと思います。ケースタンスという言葉を使って皆さんにもですね、協力してもらえたらなというふうに思います。よろしくお願いします。